10日土曜日は14時と19時30分の2回で、11日日曜日が11時、午前11時ですね。そして午後の4時半の2回合計7ステージとなっております。はい、どうぞぜひ、はい、お越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ、はい、そうなんだ。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今、長野市のロズベリーカフェに来ておりますけれども、はい、今素晴らしいお芝居のリハーサル終わりました。そこで演じていた2人の方に残っていただきまして、はい、お話をお聞きしたいと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ティアロの佐藤健一と言います。佐藤さん、こんにちは。どうも。同じくティアローのカナダ渚です。よろしくお願いします。カナダさん、はい、今お芝居の練習をしていた内容っていうのは、はい、ちょっとタイトルまず教えていただけますでしょうか。はい、来月、11月の6日から、11日までの本番になります。ヤブイリキタリテ3という、はい、なるほど、公演でございます。はい、なんか日程を見るとだいぶ長い間やるんですね。そうですね、結構珍しいですかね。週末ばかりっていうのは多いかもしれないですけど、はい、まあここは火曜日の夜、水曜日の夜といったね、平日の夜にも行うので、ぜひスケジュールの合う方はぜひ来ていただけたらなと思っていますけれども、はい、何曜日と何曜日ですかね。ですね、6日火曜日、水曜日で、木曜日はお休みになって、9日金曜日の夜、これ平日3回ですね。で、土曜日、日曜日は、2回ずつの公演がありまして、合計、7ステージございます。はい、はい、今そのまだ2週間先だと思うんですけども、はい、内容的にはちょっとお話できるんでしょうか。はい、そうですね、これはまず企画としては、はい、劇的長野プロジェクトという、はい、私どもがやっております企画でですね、それの第4弾となります。で、この劇的長野プロジェクトは演劇の企画なんですが、いわゆる一般的な劇場とかっていうよりは、お店、いろいろな長野市内のお店やそういうスペースで演劇をやることによって、その場所を紹介したりとか、その場所の魅力を伝えられたらな、そして長野をちょっと盛り上げたらいいなっていう企画でやっているその第4弾ですね。はい、はい、今回はこのロズベリーカフェさんのこの3階ホールというところで行います。私たち劇中にお店の料理を食べたりだとか、飲み物を飲んだりだとか、あと実際に劇中のそのキャラクターたちがロズベリーカフェに食べに行こうよみたいな形でお店の紹介もさせてもらってます。うん、はい、ちょっとね、劇中に食べるのは結構大変なので大変なんですが一生懸命もぐもぐする僕たちを見てもらえればなと思いますけれども、はい、はい、お店もすごく協力的で、すごくね、ここ見ていただければすごいおしゃれなレトロなね雰囲気のお店なので、いろんな方にこのスペースも紹介したいなと思って公演をします。で、劇の内容としましてはですね、こうちっちゃくて探偵回顧録って書いてありますけど、探偵ものでして、で僕佐藤とカナダが探偵と助手というこのコンビを演じます。これ実はもう3回目になるシリーズものというか、まあね、シリーズになったんですけど偶然人気シリーズでして、まあ探偵ものですけど、この探偵の事務所という設定のこの場所からどうしても出れないので、うん、この中だけで事件が起こったり起こらなかったりして、まあ、緩い探偵ものですね。内容としては笑いあり、ほっこりするようなシーンありという、うん、誰でもどなたでも楽しめる、そうですね、すごく見やすいコメディな感じです、うん、そうですね、はい、いっぱい笑っていただきます。はい、シリーズものですけど、特に前作とか見なくても全然楽しめるエンターテインメントとなっていますので、うんうんうん、ぜひご注目ください。はい、はい、すいません、はい、見終わった後にもう一つよかったら皆さん参加してもらいたいものがありまして、
公演後アフタートークを1階のロズベリーカフェで私たちやらせてもらいます。今回作品を作った裏話なんかも話をさせていただきますので、ぜひ一緒に見終わった後に皆さんと話ができたらなと思っています。そうですね、その時にこの劇中で僕らが実際に食べたものとかドリンクも食べたり飲んだりしながらお話できたらなと思うので、うんうん、はい、それもこの企画の一個のね大事な目標ですね、うんうんうん、はい、アフタートークも楽しみなんですね。そうですね、はい、お芝居を見ながら食事をするっていうのはよく聞いたことあるんですけども、うん、お芝居してる方が美味しいものを食べちゃう。そうです、 そうですね、本番も、まあ、この椅子に座りながらドリンクはワンドリンク付きでご提供しているので、何か甘いものかな、ジュースとかとかを飲んでいただきながら見ていただいて、で本番終わった後はここは、ね、スペースとしてちょうど1階がカフェ経営しているので見終わった後にね、ぜひ食べていただきたいなと思っています、はい、お芝居しながら地域のお店も紹介すると。そうですね、そんな思考なんでしょうかね。はい、そうです、はい、皆さんはなかなかそのお芝居いろんなところに出ていらっしゃると思うんですけれども、はい、もう今年だけでも何本かのお芝居で。僕はそうですね、はい、僕はもう俳優として活動しているので、はい、もう何本だ、うん、数えられない。毎月1本は確実に出てますね。いや、確実ではない。毎月1本かけ、ほぼ夏ぐらいから確実に。あ、そうですね。何かしらに関わっていて、常に途切れることないので、うん、そうですね。今年も5本、6本はやったかな。はい、セリフがこんがらがっちゃうなんてことないんですか？あ、意外とね、ないですね。意外と切り替えられるな。全然やっぱり作品作品によって演劇は、お話も違いますし、本当になんていうのかな、真面目な話だったり、うん、すごくコメディだったり、うん、すごい小さな場所でやったり大きな場所だったり、本当に演劇ってすごく多様なのでこんがらがらないですね、うん、まあ、もちろん一緒にやるメンバーも全然違うので、そこがまたね演劇の魅力かなと思いますね。佐藤さんにとって、うん、お芝居の魅力とは何でしょうか？一つはこのライブっていうか、その生ですよね、はい、もちろん映画とかもね、あとテレビドラマとかもいわゆる劇というかの一つですけど、この演劇というのはやっぱり生でお客さんがその場にいてっていう、その臨場感を体験するっていうのはこれはなかなかできないことで、でもそれって地方都市、長野みたいな地方都市だって本当に中央の東京とかと全く対抗できるというか魅力なんですよね。テレビドラマはどこで見ても同じテレビドラマだけど、生で見るっていうのはやっぱりそこの場所に行かないと体験できないことなので、僕が生で見たいと思ったら長野に来るしかないので、ね、逆に長野の皆さん大チャンスですのでぜひすごい売り込みですね、売り込み方を、本当にそういうものだと思うのでね、まあ、僕だけじゃなくて長野でもね、たくさんの演劇やライブのアートパフォーマンスなどあるので、そういうところに触れて実際その場で起きることを体験するっていうのは日常に刺激としてはすごく魅力的なものだろうなと思いますので、ぜひ皆さんアートを浴びましょう。なるほど今後の予定はどんな感じでしょうか？そうですね、劇的なプロジェクトとしては、まあ、これ今回のね11月に一区切りして、また来年につなげる公演にしていきたいなと思ってるんですが、まあ、僕個人はいろいろと忙しいので、公演たくさんやっております。あと劇的なプロジェクトでは毎月毎月コミュニケーションのワークショップを一般の方向けに行っております。コミュショップというのがコミュニケーションワークショップをこのロズベリーカフェの4階、はい、1つ上の階にスタジオがあって、すごくねいろんなことができる場所なんですけど、そのスタジオで行っておりますので、そういうところから、まあ、それは全然難しい演劇やるとかじゃなくて、ゲームしながらみんなと交流するみたいなイベントなので、そういうところから何かねちょっとこういうイベントへの一歩を踏み出していただいてもいいなと思いますね、はい。第3弾ということで、すでにもう1弾、2弾そうなんです、終わってるんですね。はい、はい、もうまあ探偵物語、はい、そうなんです、探偵物です、はい、ということなんで、すごくスリルがあるんじゃないかなと思うんですけども今回はそうなんです、でも
意外とありますね。そうですね。今回が一番あるかもしれない。そう、そういった面では、うん、なんか探偵ものだけどそんなに謎解きとかサスペンスというよりは、うん、その会話の面白さとかキャラクターの面白さみたいなことをやってきたんですが、今回は意外とちゃんと謎というかちょっとドキッとするような展開がありますよね。メインはアホなことを思いっきりお客さんに楽しく見てもらいたいなと思うんですが、うん、今回はまたちょっと違うやぶいりきたり手が今まで見た人もまたお違うって思ってもらえるんじゃないかなと思ってます。出演者のご紹介お願いします。はい、はい、今回出演者はですね、僕ら2人以外に2名のゲストの方にお越しいただいてます、うん、あ、じゃあ裏面ね、はいはい、1名がね、戸彩大輔さんというですね、はい、まだ若い佐久出身なんですね、現役の新大生ですが、そうですね、この方は初舞台ですがね、なかなか魅力的な役者になってくれそうな期待の若者ですので、普段はモデルさんやインストラクターをされてるんですよね。そうなんですよね、うん、新大の学生さんなんですが、なかなか外に目が向いた面白い方なので、この方の初舞台をぜひご注目ください。でもう一方が、草深正雄さんという、まあ、役者としてもやってますが、この方はね、もうアートの方で、芸術家の方で針金をね使っていろいろな造形物を作るというすごいね面白いアートを作られる方なんですよ。今回は役者として出演していただきます。でもどっかになんか飾ってもらおうかね。あ、そうですね。せっかくなのでね、会場の入り口にでもなんか針金で作った何かを紹介できたらなと思いますね。ペコラネラっていう、うん、あ、そう、ペコラネラというね、はいはいはい、ところで、はい、深正雄さん、このお二人とをゲストとお迎えしてやってまいりますので、ぜひ楽しみにご覧ください。はい、すみません、最後に、もう一度日程を告知をお願いします。はい、はい、探偵回顧録やぶいりきたり手3でございます。はい、あ、こちら、こっちの方が分かりやすい日程ですね、はい、表になってます。はい、11月の6日からでございます。6日火曜日、7日水曜日、そして8日木曜日飛ばしての9日金曜日、ここは平日の夜19時30分から開演でございます。10日土曜日は14時と19時30分の2回で、11日日曜日が午前11時ですね、そして午後の4時半の2回、合計7ステージとなっております。はい、楽しみですね。はい、ぜひ頑張ってください。